ほら。マーチーゲーミング。皆さんこんにちは、マーチーゲーミングです。本日もご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちらのフリーアドミンに来ております。なんかですね、フリーアドミンに最近アップデが入ってなんか増えたっぽいので、ちょっと見ていこうかなと思います。さあ、どんなギリギリなコマンドが出てくるのでしょうか。それでは行ってみましょう。前やった時はね、なかなかギリギリな感じのやつが出てきたんですけれども、今回はどんな感じでしょうか。ちょっと見てみましょう。なんかまずジェフになれるみたいな。ちょっとジェフ行きますわ。行きます。ジェフになるよって、よいしょ。え、あーすごい。わー、一瞬マチコの頭があらわになってましたけれども、こちら完全にジェフですね。え、面白い。あとさ、何があるんだろうね。ラジオをやってみましょうか。えい。あ、ラジオ持つってこと？でもさ、これ持ったところで、え、プレイ著作権。え、ナイスじゃん。ちょっと諸事情によりすぐに切りました。え、なんか他にないの？リフレッシュ、リフレッシュしたくない？さあ、何が起こるんでしょうか。 GO！ あ、元に戻るってことなの？変身解かれちゃった。あ、そういうことなんだね。待った待った待った。前は、パンツっていうコマンドを打ったら、ズボンがなくなったわけ。今回、シャツってね、シャツね、やったら、なくなっちゃうのかいって、ちょっとやってみましょう。事故るのか、事故らないのか。どっちなんだい？いきます！えい！あ、安心してください。入ってますよって違う。よかった。下がさ、下のズボンに、シャツっていうか、インナーのシャツがついてたから、セーフセーフ。でも、いや、これパンツがやばいんだよね。前もさ、やったんだよ。これパンツがやばくて、面白いよね、これ。ほら。これは完全に、これはちょっと動画に入れられませんね。みんな、シュートとパンツのコンビ技、要注意だ。ね、R15 ってさ、そういう体になるってこと？ちょっとやってみますね。R15 とか面白い。これ前もあったっけ？いきます。ごつくなるのかい？はい。ね、ごつくなっちゃった。無機チーになっちゃった。え、面白い。これ R6 だとさ、どうなの？え？おー！え、あんまり見た目変わんないように見えるけど、これってさ、関節が少ないってことだよね、これね。ほらほらほら。なんか、曲がる部分の数なんじゃなかったっけ、この15と6って。違ったっけ？違ってたら教えてくださいね。無機チーになってる。無機チーあんま好きじゃないんだよね、実は。ディスコ！え、何ディスコって。ディスコっぽいことできるってこと？あたりディスコ行ったことないんだよね。陰キャだから。あ、やばー！ディスコだよ！え、踊るエモートないじゃん。え、ダンスとかない。ダンスってやったら踊んない？え、ないないない。え、踊れない。え、なんか、え、ないの？ヘイ！ヘイ！陰キャがディスコで無理してる。それでは、マーチーのコスプレタイムいきます！ Number one!バックルームズ。なんかバックルームズって書いてあったからやってみたんだけど、すげえボンベが面白い。Number two, red panda ということで、レッサーパンダみたいな感じのものなんですけど、ちょっと背中とかが赤すぎなのと、なんかマーチはよくレッサーパンダに似てるって言われます。Number three, Doctor Strange。なんかドクターストレンジってなんだろうね。ちょっとわかんない。Number four, Wednesday。お、Wednesday 来ましたよ。お化粧濃いめ。Number five, Selene なんですけど、これ日本語でなんて呼ばれてんだろう。セレネ？なんだろうね。わかんないけど。Number six, Ant-Man なんですけど、アントマン見たことないんだけどさ、いいよね。アリンコの男って感じで。Number seven, Buff Noob。これバフヌーブっていうらしいんだけど、ムキムキですね。いいですね。なかなか笑顔も素敵です。じゃあ最後、マチコが可愛らしいエルフになって皆様とお別れしていきたいと思います。さあ、マーチエルフどんな感じなんだい。 3,2,1,GO！ ごめん、ちょっと思ってたんとちげえ。はい、というわけで今回はフリーアドミンでいろいろなものに変身してみました。いかがだったでしょうか。あのね、まあいろいろ変身できるのは分かったけど、シューツとパンツのコマンドには気をつけろということでございます。というわけで皆さんもよかったらやってみてください。それでは今日もご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またね。